さあそして、ね、土田さんもせっかくキャストの方お二人で目の前にしてちょっと聞いておきたいことなどあれば土田さん。あ、大丈夫です。もうさっき散々話したから。皆さんが聞きたいことは皆さんが勝手に質問すればいいだけだって僕が聞きたかったことはもう直接聞いてたから、はい、さっきだからウィンディー役ね、はい、エンビー役で、はい、やっぱ原作ファンとしてはどういう風に演じてほしい、はい、どうだったみたいなところはでも、ええ、本郷くんなんかもうびっくりするぐらい原作読み直して細かいところまで見てっていう話もさっきもしたんで、ありがとうございます。もうでだからもう先生にね、あの原作の荒川先生に対する質問なんかも、はい、あすごいな、やっぱ演技役やったからそういうところまで見てるんだなみたいなところだったりとかするし、あと本田さんも本田さんでもうねものすごく魅力的でしたし、ありがとうございます。あと本田さんはもう逆に質問返しであの家電のことばっか聞いてくるんで、そうだ、その辺はちょっといい加減にしてほしいなと思ってるところあります。あのそろそろ冬が始まるから、ね、加湿器と空気清浄機の話すごいしてくるんで、ウィンウィンの関係で、なるほど。さあというわけで、鋼の魅力たっぷり語っていただいたところで、ここからはイラストコンクールの発表に移らせていただきたいと思います。12月1日公開、鋼の錬金術師の公開を記念して、もしも私が錬金術師だったらイラストコンクールを7月の28日から8月の28日まで朝日小学生新聞と映画館で募集してまいりました。もしも君が錬金術師だったらどんな能力を持っている、どんなことをしてみたいをテーマとして自由な発想でイラストに描いてもらいました。たくさんご応募していただいたということで皆さんありがとうございました。さあそして本日はこの鋼錬賞の発表も行いたいと思います。なんと鋼錬賞に輝いた方には荒川博夢先生によるオリジナルの錬金術師イラストをプレゼントと。おこれはすごい、それはすごい、これはすごいですよ。さらにあの本店で展示も行いますので皆さんもぜひご覧いただきたいと思うんですが、はい、さあそれではいよいよ鋼錬賞の発表ということで、ここからは本田さん本郷さん、はい、ご一緒にお願いします。わ、はい、かりました、はい、じゃあせーの発表します。映画鋼の錬金術師公開記念、もしも私が錬金術師だったらイラストコンクール鋼錬賞は、中学2年生成績アップ錬金術師上村リリさんです。おめでとうございます。こちらでございます。おさあかわいい上村さんの作品こちらにあるんですけれども、ご覧になり、ま、見えますか、大丈夫ですか。こちら私学生だったらこれ使いたいですもん ねやっぱりテスト悪い点数のやつを錬金して100点にしてるんですね。そうなんですよ、こちらね、なるほど、説明文もあるんですけれども、はい、上村さん成績アップの錬金術ということで、点数の悪いテストを錬金術を使って100点にすることができるということでございます。これで両親に怒られることもなく成績表も変えることもでき、こんな能力が身についたらいいと思うという中学生らしい発想ということで、かわいい先生もこの可愛らしい発想でもう優勝ということで、なるほど、まあ、でもこのテストの回答用紙を100点にしても先生がつけてる査定の表は変わってないんで結局成績は悪いんですけどね。本控えてほしいです。何控えてほしい。さあ土田さん、こちらね中学生の発想、まあ、イラスト力もすごいと思うんですけどいかがですか。ご覧になって、いや中二の子でねこんだけ絵描けるのもすごいですよ ね、 すごいですよね。でもまあみんな一回やっぱ中学生とか小学校で考えることですからね。僕もあの中二の時錬金術であの100とかにしてましたからね。それ赤ペンで描いてるだけだ。先生が使ってるペンと全く同じやつを探して買ったって書きましたけどね。なるほど、術とはちょっと程遠いかもしれないですけれど、はい、なるほど。さあそして気になる荒川博夢先生のそうオリジナル錬金術師イラストなんですけれども、はい、出てきますでしょうか。見れるんですか。さあこの絵が荒川先生描くとこちらです。さあ初お披露目のイラストでございます。わあすげえ、先生がこれを描いてってくれてプレゼントするってことですか。そうなんです。やばいっすね。そうそう、パリ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 ってこれね、これね、ね、錬成の光が、錬成のパリ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 ってやつはね、はい、すごく好きです。土田さんいかがですか。いいな。いやだから女の子が描いてくれてると先生がまたオリジナルのキャラで作ってくれてるってことでしょう。そういうことです。はい、すげえいいっすね。これはファン推薦だと。これはすごい、ちゃんとサイン入りではあ、ね、いいね。応募すればよかったっすね。ねえ、大人も応募したかったっていう、ね、書けばよかったです ね、 いいですね、私たちも、ねえ、はい、まあ、こちらのイラスト本店で展示されてから上村さんに贈呈されるということでございますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。
さあそしてワーナーブラザーズジャパン賞、朝日小学生新聞賞、朝日中高生新聞賞、優秀賞佳作の発表は明日9月15日に朝日小学生新聞映画の公式ホームページハガレン展で発表されますので、ぜひチェックしていただきたいというふうに思います。さあそれではこの後マスコミの皆様向けのフォトセッションに移らせていただきたいと思います。準備がございますので皆様に一度ご退席いただきたいと思います。はい、どうぞ盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。それでは映画公開記念鋼の錬金術師展の開幕です。どうぞ。ありがとうございました。